こんにちは、ヨーホーガールです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルはヨーホーの作業を紹介しているチャンネルです。チャンネル登録お願いします。 C 群から見ていきます。この C 群はこの前無王群じゃないかという判断をしました。女王蜂がいないとその群れはもう死んでしまうだけなので、ちょっとね、時期は遅すぎると思うけど、その次の女王蜂さんをね育ててもらおうと思って、こっちの隣の E 群の大台がついている巣枠をこの一番下に入れてあげました。それはどうなってるか見てみます。ここはもうみんな見る必要ないから、ただ下ろすだけなんだけど、多分ねすごく重くって1回では下ろせなさそうだから、とりあえず何枚かはちょっと抜いてから下ろそうかな。でこの巣箱ね、本当は買ったらすぐにここにクレオハッチャーを塗りたかったんだけど、塗る間もなくって、塗る間がないっていうか、塗る余裕がなかったっていうか、なのでちょっとこのまんま使っちゃっています。このまま乗せるかな。やってみよう。だけどもすでに暑い。気温は日陰で28度だから、今私がいるところ日向は何度だ、もう30度いってんじゃないかな。ここは暑い。オスバチ出されてる。この前私E 群から持ってきた大材を入れてあるので、どうなってるかちょっとね見ていきます。今日も暑いからなんか息切れしてるわ、はい、ねえ、前回女王蜂さん見つからなくてね、いないんだと思ってるけど、っていうのはもうね、法事も卵も何にもなかったから、いないの確定だろうなって思いました。今日ちょっとね、巣箱を交換しようかと思って、なんか汚い巣箱とか使ってたらしい。多分ね、こういうことしなければ時間早く終わるんだよ。しない、いけないわけじゃないけど、どうだろう。よいしょ。これも意外と力いるんだよ。でもね、他の地域では7月入ってもね、女王蜂作っても全然いいと思うんだけど、この辺は7月過ぎちゃうともう、もう本当になくなっちゃう。
が綺麗に開いてる、生まれましたってことで、さあどこにいるか、両鉢さん、新しい両鉢さん、どっかにいるんだろうけど、両鉢おとなしいね。両鉢さん生まれたからかな、すごいおとなしい。いたいた、全然両鉢さんに見えなかったけど、向こうだ。いた。なんか色薄い。はい、こちら新しく生まれたシー群のジョウバチさんです。なんか色すごい白いから、ほんとちょっと前に生まれたのかもしれない。さあこの子が無事交尾終わって産卵が始まるかどうか、まあそうならないとちょっと安心ならない。うん、ちょっとまた1週間ほど様子見です。でも生まれたからね、よかった。なのでちょっと他の大台は全部ね、壊していこうと思います。よかった、生まれたから。まあこの時期生まれたからね、うまくいくとは限らないんだけど、この時期だからね、意外と一瞬気づかなかったわ。です。いつもご視聴ありがとうございます。1週間ぶりの内見をします。ちょっとね、あまり時間がないので、いい煙もこもく、 OK、 はい、でまずね、3段目とこの2段目は貯蜜枠で下ろすだけにします。今日はね、中は見ないで、とりあえずその一番下のが気になるので、そこだけパッパッと見ていきます。パッパッと見たいんだけど、そう簡単にはね開かないの。これすごいよね、こんながっちり蓋して。さあ83、おお、溢れてる。うわいるね、結構いる。でスプレー飲もうかな。はい、スモの前に振ったの間違いない。よし、でこれね、1回で多分今日戻せないので、この前ね、結構貯蜜してたのね。じゃあちょっと下ろしましょう。はい、これが2段目です。どうなってるか楽しみ。どんな風に成長したか。じゃあ下の段ね、両鉢さんもチェック。ちゃんと見るといいけどね。まあいいと思うけど、まあ交尾行ったかどうかだね、今の時期ね。それでもなんか取ってほしいね。取ってほしいな。こちらがこの前先週生まれたシー群のジョウバチさんです。この感じだとまだね、交尾は行ってないようです。
いけるかな。まだね。